あんたどこの大学卒？俺さ、全員に学歴聞いてるんだよ。学歴聞けば相手がどんな人間かわかるからさ。自分をエリートだと自称する課長が言った。高卒だって俺が言うと大笑いをする。人を見下して喜ぶタイプなのだろう。そんなエリート課長がこの後衝撃的な結末を迎えることになるのだった。俺の名前は田中。法人向けのコピー機などを扱う会社で営業をしている。大企業ほどの知名度はないが、各地に営業所を構えているほどの規模だ。俺は地方にある営業所の所長をしていた。所長といっても小さい営業所なので、新規営業に出ることだって多い。10年前、家庭の事情でこの土地へ引っ越してきた。本社がある都会に比べたら緑豊かな場所である。だが本社への移動が決まり、家族で再び都会へ引っ越すことになったのだ。10年ぶりか。俺は本社の入り口を前にして独り言をつぶやいてしまう。会議があるので本社には頻繁に来ている。だが働くとなるとまた別の話だ。本社の売り上げは営業所の売り上げとは比べられない金額になる。俺は緊張感を持ちながら自分の部署へと足を運んだ。久しぶりだな。声をかけてくれたのは武藤部長だ。部長、お久しぶりです。俺は嬉しくて駆け寄ってしまう。先月の会議で会って以来だろうか。武藤部長は元営業所長で俺の上司だった。仕事ぶりが認められた部長は本社に移動していた。俺は部長に助けてもらった過去がある。働き方で悩んでいた時、部長が一緒に考えてくれたのだ。部長は今年退職する。奥さんが大病を患ったので介護すると決めたからだ。部長の退職日は1週間後。一緒に働ける時間を大切にしたいと思う。しばらく談笑した後、用事があるからと部長は会社を出て行った。すると一人の社員が俺の前を通りかかる。社員証を見て営業課長の森島だと分かった。俺が見慣れない顔だからなのか、じろじろと見てくる。部長と話していたけど、あんた誰？なんか田舎臭い感じ。初対面の相手にあんただと？取引先相手だったらどうするつもりだ？初対面で失礼な発言をされたので注意した。突然タメ口を使うなんて社会人としてありえない。は？俺にそんな口を聞くなんて覚えているよ。森島は捨て台詞を吐くと外へ出て行ってしまう。俺は信じられないと絶句した。管理職である課長がこんな低レベルだなんて。そこへ部長が戻ってきたので今起きたことを話した。すると部長はため息をついて教えてくれたのだ。森島は異例の昇進を遂げたやつだな。社長のお気に入りなんだ。それで調子に乗っているんだよ。森島の噂は聞いたことがある。うちに転職して間もなく大口商談を何件も取ったとか。会議の場でチラッと見たが、社長に褒められて天狗になった顔だった気がする。大口商談を取れたのは本人の努力じゃないんだ。部長は森島の本性を話してくれた。転職した直後の森島は特に目立った様子は見られなかった。若手社員とも積極的に交流を図るので、むしろ好印象だったらしい。ある日、一人の若手が新規営業を掴んできた。大口商談になりそうだったので嬉しさのあまり森島に話してしまった。約束の日時や担当者名、相手の反応なんかを全て話したのだ。商談当日、打ち合わせに行こうとした社員に森島は仕事を投げた。急ぎだから頼むよ。代わりに俺が商談の場をつないでおくから。そう言って森島が商談へ行ったのだ。森島を信用した若手は急いで仕事を終わらせて先方の会社へ向かうと、すでに商談はまとまっていた。森島が何食わぬ顔で契約を締結させ、自身の手柄にしたのだ。ひどいと憤ったものの、森島は反論。部長に言いつけてもいいけど、
お前の無能さが知られるだけだぞ。商談当日に雑用を受けるバカって笑われるだろうな。そう言われてしまい、誰にも相談できずに辞めてしまったのだという。若手社員の中には、一生懸命外回りをして新規営業をつかむ者もいる。先方にやる気が認められて、商談を手にする場合も多いのだ。若手と交流を深めていたのは、仕事を横取りするためだった。仲がいいふりをして、横取りのチャンスを伺っていたのだろう。森島の横取りは、その後も何件か続いた。悪い噂が回るようになって初めて部長は知ったのだ。もちろん部長は森島を注意した。しかし、契約を取ったのは自分だと全く反省していないのだとか。その後、社長のご利用しで森島が課長に、前課長は別の営業所に飛ばされたらしい。部長は森島に管理職は務まらないと社長に訴えた。しかし、実績のある人物を昇進させて何が悪いと聞く耳を持たないのだという。社長がなぜここまで森島を可愛がるのかはわからない。絶縁した息子に似ているとか噂はあったが、あくまでも噂だ。俺が退職するって話した時、あいつなんて言ったと思う？これで俺が部長に昇進だ、だとさ。部下や会社の行く末が心配でたまらないよ。部長は再び大きなため息をつく。部下の指導どころか、今でも手柄を横取りしようと狙っているんだろう。おかげで部下たちが商談の進捗を話さなくなってな。業務に支障が出ているんだ。おまけに森島は外回りだと言ってすぐ会社を出ていくし、サボっているに違いないんだが、なかなか尻尾がつかめなくてな。部長の言葉になるほどと思った。サボり現場を突き止めたら言い逃れできないはずだ。職務怠慢は解雇理由にもなるのだから。俺はその日から森島の行動を注視した。時間はあっという間に流れ、今日はもう部長の退職日。俺が慌ただしく仕事をしていると森島がのんびり近づいてくる。そういえば、結局ちゃんとした挨拶はまだしていない。朝礼の時にみんなの前で自己紹介をしたが、森島は大あくびをしていた。俺の名前すら覚えていないだろう。あんたどこの大学卒？俺さ、全員に学歴聞いてるんだよ。学歴聞けば、相手がどんな人間かわかるからさ。唐突な質問をされて、俺は困惑しながらも答えた。高卒だ。俺の答えに森島は大声で笑う。高卒？ありえないな。あまりの声の大きさに他の社員たちも振り返る。部長、聞きました？この人高卒ですって。俺をバカにするかのように部署中に響く声を出した。すると部長は険しい顔で森島を睨む。高卒だからなんだ。彼は若い頃から努力家で営業所長にまで上り詰めたんだぞ。営業所に来る前は本社で活躍していたんだ。今回だって。部長は俺を評価してくれるが、森島は話を聞かない。俺一流大学出身なんで、周りに高卒なんていなかったんですよ。エリート家系で育ちましたしね。低学歴の部下を持つのは初めてだわ。俺の学歴を見下す姿に、他の社員も眉を潜める。君、自分が何を言っているのか分かっているのか？部長が声を荒げた。だが、森島には全く響いていないようだ。営業所長って、地方の小さい営業所じゃないですか。しかも本社から飛ばされたんですよね。使えないって判断された証拠じゃないですか。いつまでも笑う森島の姿に、俺は体が震えてきた。怒りではなく、笑いがこみ上げてしまったからだ。俺がいつお前の部下だと言った？俺は森島の笑い声を真似て言ってやった。部長も
他の社員も俺たちのやりとりを黙って見ている。はあ、部下じゃなかったら何なんだよ。お前の上司だよ。俺は部長として本社に来たんだ。今日正式に発表する予定だったかな。俺がそう言うと森島は理解できないという表情をしている。森島のほうけた顔を見て社員たちがクスクスと笑っていた。気づかないとかありえないよね。部長と田中さんのやりとりを見ていればわかるはずだよな。部長がいろいろと引き継ぎをしてくれていたので、その様子を見ていた他の社員は気づいていたようだ。だが正式な発表はまだなので口には出さないでいてくれたらしい。外回りを理由に外出ばかりしていた森島だけは気がつかなかったようだが、営業所長が本社に異動となれば昇進くらいしか考えられんだろう。部長は呆れた様子で森島に言う。本社から飛ばされた人が異動してきても昇進だなんて信じられない。赤くなった森島は叫び始めた。営業所に移動したのは家庭の事情だよ。上司には本社に残ってほしいって言われたけど、最優先は家族だからな。森島があまりにもうるさいので、俺は家庭の事情を話す。10年前、娘が生まれた。当時の俺は本社でバリバリ働き、売り上げも伸ばしていた。しかし、生まれつき体の弱かった娘に、都会の空気は合わなかったようだ。会社に相談し、緑豊かな土地へ移動することに。それでも、なかなか娘の体調は優れず、妻も看病疲れに陥っていた。本社から営業所に移動したおかげで仕事量は減った。とはいえ、仕事柄どうしても残業や休日出勤も発生してしまう。このままでは妻が倒れてしまうと思い、転職を考えていたのだ。そんな時、当時所長だった武藤さんが俺の働き方を考えてくれた。男性社員で初めて時短勤務をできるようにしてくれたのだ。おかげで俺は仕事と家庭を両立できるようになった。最近は娘の体も強くなってきてな。戻ってこないかって本社から話があったから移動を決心したんだ。森島は俺の話を聞いても信じられないという顔をしている。すると部長が、田中は本社時代に成績優秀な営業社員として何度も表彰されているぞ、と言ってくれたのだ。嘘だろ、俺が部長に抜擢されるはずなのに。森島はありえないと頭を抱えている。だから俺は教えてやった。部長どころか管理職を退いてもらうつもりだよ。いくら実績があると言ってもこれじゃあね。俺は携帯の画面を森島に向けた。するとさーっと青ざめていくのがわかる。画面に映っているのは喫茶店で居眠りをしている森島だ。他にも公園のベンチで寝ていたり、バッティングセンターに行ったりと仕事時間にもかかわらずサボっていた。俺のサボり場所、なんで知ってるんだよ。自らサボり場所と暴露してしまった間抜けな森島は、部長にギロリと睨まれ、体を小さくする。俺もこの辺はいろいろと回っていたからね。サボる場所に向いているなって考えながら通り過ぎたものだよ。でも、こんなに堂々とサボる社員がいるのは驚いた。部長からの引き継ぎ業務があり、俺も忙しかった。だから外回りに出る社員たちに、ついでにこの辺りを見回ってほしいと声をかけたのだ。もし森島がいたらサボっている証拠写真を撮ってほしいと言って、社員の協力もあり何枚もの証拠を得ることができたのだ。こんなのストーカーだ、社長に訴えてやる。森島は声を荒げた。社長にはすでにこれらの写真を見せてあるぞ。お前の処分は俺に任せるとさ。居眠り写真を見せられた社長はさすがにかばえなかったようだ。公園で寝ている写真には缶チューハイまで写っている。
俺は写真を撮ってくれた部下を数人引き連れて社長に抗議した。森島課長は管理職の器ではありません。職務怠慢は懲戒処分の対象ですよね。俺の言葉に、処分は君に任せると言って逃げていった。あれだけ森島をチヤホヤしていたくせに、社長も社長だなと俺は幻滅したものだ。課長職は降りてもらうことになるだろう。平社員からやり直したな。そう言うと、森島は突然足元にすがってきた。もうサボったりしません。降格だけは勘弁してください。車の支払いがあるんです。俺や部長、それに他の社員も冷たい目で森島を見下ろす。こんな課長に誰がついていきたいと思うのか。これまで武藤部長が何度も何度も指導してきたはずだ。社長に気に入られているからって調子に乗ったのはどこのどいつだ。証拠を突きつけられたから、もうサボらないだと。そんな子供みたいな言い訳通用すると思うな。俺がはっきり言うと、さすがの森島もおとなしくなったのだ。せっかくの退職日なのに、後味悪くなってしまいすみません。いやいや、これまで証拠がなかったから、俺も強く言えなくてな。田中の言葉にはスカッとしたよ。終業後、俺と部長は残って話し込んでいた。あの後森島はまるで幽霊のように存在感がなくなっていた。そして終業のチャイムと同時にどこかへふらふらと出て行ったようだ。森島の処分についてこれから人事に相談するつもりである。懲戒処分としての降格は厳格な基準が設けられているからな。会社としても訴訟されるリスクは避けたいところだし。ただ、あいつのサボりは悪質だから懲戒処分になると思うがな。部長は森島の今後について話した。懲戒処分が決定される前に、まず森島に弁明の機会が与えられる。だが、あれだけの証拠があれば弁明の余地もないだろう。そんな話をしていると、外からドンと大きな音が聞こえた。窓から見下ろすと、車同士がぶつかっているのが見えた。会社前で事故が起きたのだ。あの車、社長のベンツだぞ。部長の言葉に、俺たちは慌てて会社を出る。すでに誰かが通報したのか、パトカーの音が聞こえた。俺と部長はベンツの方へ駆けていく。社長はすでに車から降りており、頭から出た血をハンカチで拭っていた。社長、大丈夫ですか？俺の問いかけに、社長は大丈夫だと小さな声で答える。運転手の後ろに座っていた社長は、どうやら軽傷のようだ。相手は大丈夫だろうかと、相手の車を見た俺はぎょっとする。なんと、社長の車にぶつかったのは森島だった。森島は、ふらふらと運転席から降りると路肩に倒れ込んだ。おい、大丈夫か？今度は森島に声をかけたが返答がない。まずいと思って息を確かめると、スー、スーと寝息が聞こえる。しかも、かなりアルコール臭かった。飲酒運転という言葉が頭をよぎる。しっかりしろと何度も声をかけたが起きる気配がない。部長も話しかけるが、気持ち良さそうな寝息が聞こえるだけだ。こいつ、一度酔っ払って寝ると絶対起きないんだよ。飲み会の時の様子を思い出したのか、部長が呆れている。ふらふらと車から出てきたのは無意識だったのだろうか。そうこうしているうちに、パトカーと救急車が到着。森島はなかなか起きなかったため、救急車で運ばれていき、俺と部長は目撃者として警察に事情を聞かれることになった。森島と社長の事故は翌日、地元のテレビ局で放送されてしまった。飲酒運転をした社員が社長のベンツに突っ込んだという話題が視聴者の興味を引くからだろう。森島は当然、解雇処分となった。あの日、森島は酒を飲んで車に乗り込んだ。警察の話によると、車には大量の酒が置いてあったのだとか。以前も車内で飲んだ形跡があるため、
余罪を追及しているらしい。森島はアルコールの大量摂取により、酩酊状態であったと医師から診断を受けた。事故の時に全然起きなかったのは、酩酊するほど酒を飲み、意識が朦朧としていたのかもしれない。ベンツにぶつかったのは偶然だったのか、意図的だったのかは不明である。捜査内容を教えてもらえるわけもなく、社内には噂だけが流れていく。社長はあれから森島に恨まれていると戦々恐々としていた。そして体調を崩し、社長職を退くことになったのだ。森島の呪いだ、と社員たちは噂した。呪いなら俺もかかるだろうと苦笑いしたものだ。森島が今どこで何をしているのかは全くわからない。だが飲酒運転で会社を解雇されたのだ。まともな職業に就くのは難しいだろう。俺はしばらく忙しい日々が続いていた。元社員の飲酒運転や社長の交代など取引先への説明に追われていたのだ。大変ではあったが、部長に昇格したことで給料がぐんと増えた。今から夏のボーナスが楽しみである。ボーナスが入ったら昔住んでいた土地へ旅行しようと家族と話していたのだった。研究開発室なんて我が社のお荷物だ。会議室に米倉部長の罵声が響く。恒例の月初の社内会議で米倉部長が俺たちをやり玉にあげるようになって早2年。俺は独立するタイミングを図っていた。俺の名前は枝島宗司。研究開発室の室長をしている。俺が勤めるのはそこそこ大きい食品加工の会社だ。特にアイスクリームや氷菓を得意とし、全国各地のスーパーや土産物店に商品を卸している。俺は名前をもじってエジソン室長と呼ばれていた。俺が今の会社に転職したのは10年ほど前。給料は減ったが、やりたいことをやれるようになったし、別の収入があるから概ね満足していた。風向きが変わり出したのは3年前。違う食品会社で修行中だった社長の長男が副社長として会社に戻ってきた時からだ。俺はある日、社長室に呼び出された。エジソン室長、君に大切な頼みがある。アイスクリームの新商品開発だ。もうすでにある程度の方向性は決まっているんだ。社長はそう言って、俺に極秘のプロジェクトを持ちかけてきた。これは息子のためでね。私の息子というだけで次期社長だと、なかなか他の社員たちも受け入れがたいだろ。入社と同時に息子が大ヒット商品を作れば、社員たちも息子を後継者として喜んで迎えてくれるんじゃないかと考えてね。そうですね。いいんじゃないでしょうか。社長の言葉に俺もうなずく。そこでだ、エジソン室長。みんなを驚かせたいから、僕のアイデアだということは伏せてほしい。まずは研究開発室の発案で開発。発売後に種明かししたいんだ。副社長はいたずらっぽく言って笑う。大ヒット商品ができれば業績もアップ。従業員の給料もアップ。臨時ボーナスも出せるかもしれないぞ。臨時ボーナスは嬉しい。それでどんなアイディアを考えているんですか？副社長はニコニコしながら、ナポリタンだよと答えた。一瞬頭が真っ白になった。俺は頭をフル回転させる。ナポリタン？ああ、わかった。三色アイスってことですよね。さっきアイスクリームの新商品だって言っていましたもんね。実はナポリタンは日本発祥のスパゲティで、海外のナポリタンとはチョコレート、ストロベリー、
バニラの3種類を並べたものを指す。俺は世界のアイスクリームも研究しているから知っていた。ところが副社長は、いや違うよ、スパゲティのナポリタン味だ。どこもやっていないし面白いだろ、大ヒット間違いなしだと言う。え、本当に本気ですか？得意げな副社長の態度に俺は真顔になった。私も最初は驚いたが、斬新なアイデアだろう。私ではこんなアイデアは出てこない。今はネットの時代だし、きっと面白がって買う人はいるはずだ。社長と副社長がやる気なのに俺が止められるわけがない。俺も研究開発室の部下たちも絶対売れないだろうなぁと思いつつ商品を開発。社内の発表時点で案の定、営業部や他の部署から売れるはずがない、何を考えているんだと大ブーイングだったが、社長と副社長がせっかく作ったんだから研究開発室を信じようとゴリ押しして販売した。副社長は自分のアイデアだとは一切口に出さなかった。予想通りというか、当然売れない。それどころかびっくりするほどの大赤字になって、この年のボーナスは全社員がカットされた。さらに俺は副社長から呼び出され、僕のアイデアじゃなくてお前たちが独断でしたことにしてくれ、絶対に秘密にするんだぞ、分かっているな、と言われた。この時から俺はこの社長親子が好きじゃない。営業部の米倉部長はボーナスカットのせいで欲しかった車が買えなくなって、あからさまに俺を敵視するようになった。何がエジソン室長だ、たかだか高卒のくせに調子に乗りやがって。すれ違いざまに毒づかれることはしょっちゅうだし、恒例の月初の社内会議ではとにかく難癖をつけてくる。米倉部長がそんな調子だから周りも真似をして嫌がらせをしてくる。俺は退職を考えたが、部下たちのために我慢していた。そしてまた月初会議の日がやってきた。米倉部長がとんでもない爆弾発言をしたのだ。研究開発室をなくしましょう。俺は頭が真っ白になる。なんでいきなりそんな話を。なんでって、お前たちのせいで大失敗をしてきたじゃないか。ナポリタン味のアイスクリームなんてとんでもないもの作りやがって。米倉部長は俺を睨むとコホンと咳払いをする。周りを見回して大きな声で、皆さん聞いてください、すでにうちでは大人気商品シリーズがいくつもあります。しばらくは商品開発より販路開拓に努めた方が利益が上がるはずですと説明しだした。このシリーズが売れなくなったらまた新たに研究開発を開始すればいいんです。研究開発室なんて人件費ばかりかかるんだよ。会社に損失しか生まない部署はいらないんだ。米倉部長はちらっと俺を見る。エジソン室長と呼ばれ調子に乗っているこの男はただの高卒です。研究開発だってこいつより優秀な人間に任せた方が間違いない。他の社員たちは黙って聞いていた。中にはうんうんとうなずいている社員もいる。俺はじっと社長と副社長を見つめた。社長と副社長は俺から視線をそらし、難しい顔をして黙り込んでいる。米倉部長は続ける。実は私、業界最大手の営業ノウハウを持った有能な人物を引き抜いてきたんです。大学院卒の24歳の若者ですよ。
彼から大手の営業について学べば売り上げが上がって利益が出るはずです。一部から、すごいと声が上がったが、もうすでに随分と根回しが済んでいるようで、全く驚いていない様子の社員もいた。そのエリートに販路開拓してもらえれば業績が持ち直すかもしれないな。確かに今は金にならない開発よりも、すでにある商品の販売の方が大事だ。米倉部長に賛同するような声が上がり、パチパチと拍手の音も響く。米倉部長はすっかり気を良くして、だから皆さん、高卒の出来損ないはクビにしましょうと叫んだ。さすがに言い過ぎだからか、一瞬会議室は静まり返る。俺の前で米倉部長のセリフに賛成する社員はいなかったが、反対する社員もいなかった。いいんですか？俺は静かに口を開き、社長を見据えた。社長が答える前に米倉部長が、当たり前だ。これからは大企業から引き抜いたエリートを使うわと言って、俺を見下すように笑う。俺は米倉部長に構わず、研究開発室をなくしていいんですか？俺の首を切って本当にいいんですか？と繰り返した。俺の雰囲気に飲まれ、周りは誰も喋らない。社長は歯切れ悪く、エジソン室長には悪いが、米倉部長の言うことも一理ある。今は開発より販売に力を入れた方がいいと思うんだ。と答えた。副社長も同じ意見ですか？俺が聞くと、副社長は社長と違ってはっきりと、僕も米倉部長の言う通りだと思う。研究開発は必要になったら外注してもいいんだし、エジソン室長は高卒なんだってね。高卒の君には研究開発なんて重大な仕事は荷が重いだろ？と言ったのだ。そしてどこかほっとしたような顔をした。社長も副社長もこうおっしゃっているぞ。ニヤニヤと米倉部長が笑う。俺の中で覚悟が決まった。社長も副社長もナポリタン味のアイスクリームの件を黙ったまま、俺を厄介払いしようとしているのだ。もしここで社長か副社長が俺をかばってくれたら、穏便に済ませようと思った。でも二人が俺を切り捨てるなら容赦しない。俺は、今まで大変お世話になりました。と頭を下げた。俺は研究開発室に戻ると部下たちに事情を説明。俺がクビになったこと、研究開発室自体がなくなることなどを話すと、部下たちからは、自分も辞めます、俺も辞めますと次々に声が上がった。やはり部下たちも社長親子に思うところはあったようだ。俺が身の回りのものを片付けていると人事部が俺を呼びに来た。米倉部長は俺のことをクビと言っていたが、部長にそんな権限はない。社長と副社長の話し合いで、俺は懲戒解雇ではなく会社都合の退職になった。10年も勤めたのにあっけない幕切れだ。俺はかねてから考えていた計画を実行に移すことにした。それは起業だ。ずっと自分で会社をやってみたいと思っていたのだ。そのために長年準備してきたし、弁護士さんとも相談していた。部下たちも俺の会社へ就職したいと言ってくれた。俺のエジソンというあだ名は、名前をもじっただけじゃなく、もう一つの意味がある。俺は本当に発明家でもあるのだ。米倉部長も、社長も、副社長も、売上1位の商品の特許権を俺が持っているとは知らないのだろう。
だから俺に対してこんな扱いができるのだ。それから数ヶ月後のある日、俺のスマホに前の会社から何件もの着信があった。電話に出ると社長だ。枝島君、いや、エジソン室長、なんでこんなの送ってきたんだ。そもそも君が商品の特許を持っているなんて全然知らなかったんだ。社長から震える声で聞かれ、俺は話してあるはずですけどね、それから使用を中止してほしいから送ったんですよ、と答えた。俺が書面で送ったのは特許の使用中止を求める警告状だった。徹底的にやる。そう決めてから俺は特許に詳しい弁護士に助言を求めた。特許権侵害の訴訟の話はよく聞くが、侵害していない相手への中止はどうすればいいかわからなかったからだ。特許権も権利の一種だ。権利者である俺が特許を使わせたくないのだから、何か方法があるはずだと考えた。俺は弁護士と相談して書面の作成を依頼。特許の使用の差し止めを求める警告状を社長宛に送ることにしたのだ。こんなことを言われても困る。とにかく話し合いがしたい。我が社に来てくれないか？いいでしょう。じゃあそちらに向かいますから。こうして俺は3ヶ月ぶりに会社へとやってきた。会議室に通されると社長と副社長、それから米倉部長が待っていた。特許権っていうのは一体なんだ？なんでお前がそんなものを持っている？俺を見ると米倉部長が怒鳴る。送った書面に書いてある通りですよ。そちらで売上1位の商品の特許、俺が持っているんです。特許庁のデータベースを見ればわかりますよ。俺は淡々と説明した。子供の頃、俺はエジソンの電気が好きだったし、当然のように発明に興味を持った。でも、俺にエジソンほどの発明の才能がないと分かったのは、割と早い時期だった。歴史に名を残すレベルの発明王と比べるのは、そもそも間違っているが。それで俺は発想を変えた。もっと隙間を狙っていこうと。ちょうどその頃、アイデア商品の番組が流行っていて、正直、どれもこんなものが売れるのかな、というものばかりだった。特許も実際ピンキリで、地味なものはかなり地味だ。例えば、アイスクリーム用の溶けにくい袋の構造とか、一般人が思う発明や特許のイメージと、実際の特許とは大きなズレがあるものだ。いい意味で肩の力が抜けて気軽に発明できるようになった俺は、工業高校に通う傍ら、いろんなアイデアを出し、今思えばへんてこな発明をたくさん作った。せっかく作ったし、とりあえず特許を取っておこう。そう思って俺は作ったらどんどん特許を申請してきた。もちろん特許を取ったところで全然お金にならないものもあるし、今の売上1位の商品のようにまとまった特許料が入る発明もある。学生向けの発明大会で大賞を取って、俺は大手企業に就職できたが、大手では好きなように研究できないし、せっかく作っても権利はすべて企業に帰属してしまう。権利は自分のものにしておきたかった。だから俺は転職したのだ。特許料は特許庁に払うし、俺に利益が入るのも特許庁からですからね。俺や研究開発室の部下たちくらいしか詳しい資料を見ませんし、社長も副社長も特許データベースを調べなかったから本当にわからなかったんですね。俺が出していた使用書や資料を全然見ていなかったって分かって残念でしたよ。社長と副社長は真っ青な顔をしていた。エジソン室長、僕たちはあなたが権利を持っているなんて知らなかったんです。
この商品が販売できないとうちは困ってしまう。副社長がすがってくる。ちなみに売上1位の商品は各地のご当地アイスの製造工程と溶けにくくなる専用袋だ。製造過程と専用袋の構造を俺が特許で持っているから、俺が拒否すればもう作れなくなってしまう。頼む、許してくれ。そんなにすごい人物だと知らなかったんだ。君さえよかったら戻ってきてくれないか。社長も俺に頭を下げた。社長には確か10年前、面接の時に特許の扱いについて話したはずだが、すっかり忘れているらしい。今更ですね。戻りませんよ。もう起業しましたし。ああ、そういえば大手から引き抜いたエリートはどうしたんですか？もう会社で仕事をしています？俺が冷たく言うと、米倉部長が、彼は来月から入社予定だ、と答えた。俺はニヤッと笑って言ってやる。確か24歳ですよね。それがどうした？大学院の修士なら現役卒業でちょうど24歳じゃないですか。今8月でしょ？今年の4月に入社した新人ですよね。社会人経験ほとんどないんじゃないですか？特に大手って研修期間をしっかり取りますから。え？米倉部長は今更のように驚いていた。やっぱり分かっていなかったのか。大学院卒の24歳といえば今年入社した新人のはずなのだ。俺が米倉部長から引き抜いたって話を聞いたのは5月の終わりでしたよね。ってことはそのエリート君、4月に入社してすぐに転職活動したはずです。どのくらい会社のノウハウを学んだんでしょうね。俺と比べて我が社にどのくらい利益をもたらしてくれるでしょうか。俺が笑うと米倉部長は真っ青な顔をして黙ってしまった。社長も副社長も本気で分かってなかったのかもしれない。やはり我が社にはエジソン室長の力が必要だ。どうか特許を使用させてもらえないか。社長が俺に懇願する。さっきよりも真剣だ。俺はふといいことを思いついた。そうだ、副社長、ナポリタンアイスの話社員全員にしてくださいよ。そうしたら俺考えますよ。何のことだ？米倉部長が聞いてきた。俺は会議室の扉をちらっと見る。ドアの真ん中のすりガラス越しに何人かの人影が見えた。多分好奇心旺盛な社員たちが聞き耳を立てているんだろう。ナポリタン味のアイスクリームの話ですよ。あれは俺たち研究開発室のアイデアじゃない。副社長のアイデアです。俺たちは最後まで反対したんですが、結局濡れ衣を着せられたんですよ。俺は大きな声で暴露しながら会議室の扉を開ける。何人かの社員が体勢を崩し倒れそうになった。はあ、なんだって？研究開発室の独断じゃなかったの？社員たちが驚いて口々につぶやく姿を見て俺はスッとする。副社長の手柄にするためって無理やり作らされた挙句、失敗した責任を取らされたんですよ。ですよね、社長、副社長。今からでも俺たちに謝ってください。ずっと言ってやりたかったことをやっと言えた。その後俺は社長と副社長から大変申し訳ございませんでしたと土下座で謝罪してもらった。当時の研究開発室の全員に迷惑料を支払わせることを約束した。辞めてしまった研究開発室の部下にも俺が二人の謝罪動画を送ってやったから少しは留飲を下げただろう。特許は結局使わせることにした。その方が
特許料として俺にも金が入るからだ。ちなみに米倉部長が引き抜いてきた例の大学院卒のエリートはほとんど使えなかったらしい。プライドばかり高く、期待していた大企業のノウハウなど何も知らず、仕事も全然できなかったそうだ。辞めさせることもできず、どうしたもんかと頭を抱えているらしい。俺はといえば、ストレスもなく好きな発明もできるし、会社は順風満帆だ。最近、売上1位の特許の改良版ができた。とりあえず、あの会社のライバル社にでも売り込もうと思っている。それにしても本当に古臭い工場だ。出たら消臭剤を使わんとな。匂いがつきそうだ。約束もなく俺の工場へやってきておいて、取引先の社長が俺に向かって大げさに鼻をつまんでみせる。俺は心の中で大きなため息をついた。俺は七浦、52歳。数年前に亡くなった父から社長職を引き継いだ。家族と少ない従業員で助け合い、町工場を経営している。うちは木材を加工し、依頼によって様々な製品を生産するのが主な仕事だ。例えば、家具メーカーには家具。建築会社には木製の部品を納品している。うちを信頼してごひいきにしてくださる会社も多く、俺たちは誇りを持って働いていた。社長になって数年だが、大なり小なり悩みが後を絶たない。中でも俺を困らせているのが、相田という建築会社の社長である。相田と会った時は、まだ社長就任から間もない頃で、父の代からのお得意様に紹介されて契約を結んだ。しかし、契約が始まってから、間は本性を表した。こんな小さな工場で作れるものなんか、たかが知れてる。コストもかかりすぎ、ぼったくってんじゃないの。と、口汚く町工場を馬鹿にして、俺たちをこき使おうとしてきたのだ。あまりの豹変ぶりに、最初はかなり驚き、裏切られた気持ちになったのだが、契約を結んだ責任は社長の俺にある。せめて従業員たちに迷惑をかけないようにしないと。後になって紹介してきたお得意様の社長が、相田社長は懇意にしている私の前だから猫をかぶっていたようだ。知っていたら決して紹介などしなかったのに、本当に申し訳ない。と謝罪と一緒に教えてくれた。お得意様も俺同様、間と契約を結んでいる。直接関わる機会が少なくて発覚が遅れたそうなのだが、最近間の会社を担当していた若い担当営業が異動願いを出してきたらしい。涙ながらに語る部下の話を直接聞き、間が若い人間や下請け会社など立場が弱そうな相手には態度を変えると知ったそうだ。そこでお得意様は、うちも同じような扱いをされているのではと心配になったのだとか。おそらく間は町工場相手なら自分の好きにできると思い上がっているのだろう。そんなある日の出来事だ。またですか？しかも半額？俺は事務所で電話を受け取り、頭を抱えた。手にした受話器からは謝罪が聞こえてくる。声の主は相田社長の会社の営業マンで、うちの担当者だ。名前を宮部という。大変申し訳ないのですが、社長の間はコストの削減を切望しておりまして、せめて、その、あと1割だけでもなんとかなりませんでしょうか。宮部が言うには、今契約している分を半額にしろと要望しているらしい。むちゃくちゃすぎる。宮部も非常識な要望だと分かっているのだろう。しかし彼も上司や社長に挟まれて辛そうだ。申し訳ないが、宮部君、それはできないよ。私も言いなりになるわけにはいかないんだ。
俺がため息混じりに言うと、宮部は、そうですよね。と力なく返事をする。君も大変だね。俺が思わず言うと、宮部は苦笑した。はあ、いえ、とんでもございません。社長には私の方から、もう一度しっかり説得しますので、お時間を取らせてしまい、誠に申し訳ございません。こうして、宮部との通話が終了する。もう一度という言葉が含まれているあたり、宮部はすでに上司、あるいは社長を説得しようとしたのだろう。相田社長には本当に困ったものだ。受話器を置き、俺はぽつりとつぶやいた。宮部からの電話の翌日、思わぬ人物が俺の工場を訪れた。どうも、七浦さん。声をかけられて振り向くと、不敵な笑みを浮かべた間が立っている。後ろで宮部が申し訳なさそうに付き添っていた。お約束はしていないはずですが、本日はどうされましたか？俺の問いに、いやー何、たまたま近くまで来たから寄ってみたんだよ。話したいこともあったのでね。それにしても本当に古臭い工場だ。出たら消臭剤を使わんとな、匂いがつきそうだ。と、間が鼻をつまむ。確かに、工場の中は木の独特の匂いがしているが、ここで働く人間の前で言う神経が理解できない。従業員たちが不安げな表情で俺たちを見守っている。俺は心配かけないように、笑顔でみんなに仕事に戻るよう指示をした。俺が二人を事務所へ通すと、間はソファーにどかりと座り、足を組んだ。宮部は間の態度を見て眉を潜めていた。それでは、ご用件をお伺いいたします。間は鼻を鳴らす。とぼけやがって、昨日宮部があんたに電話した件だよ。宮部が頼りないから、俺が直々に出向いてやったってわけ。オタクも頑固だね。仕事がもらえるだけありがたいんだからさ、言われた通りにしていればいいものは。一体何様なのだろう。契約が一段落するまでの辛抱だと思って我慢してきたが、気をつけないと感情的に発言してしまいそうだ。確か、納品物の価格を半額にとのご要望でしたね。宮部さんにもお話ししましたが、お引き受けはいたしかねます。契約書通りの金額と納期でお願いいたします。俺が丁寧に言うと、間は眉を潜め、お手上げ状態と言わんばかりに、肩をすくめてみせた。ああ、そう。じゃあ、いいわ。底辺社長が図に乗りやがって。じゃあ、貧乏臭い町工場とは契約終了で。うちに納品するはずだった製造物は好きに使えよ。俺を怒らせて他に買い手がつくとも思えんがな。あまりの言動に俺は言葉を失う。うちを怒らせてって。間の会社はこう言ってはなんだが、そこまで大きな会社ではない。引き合いに出すのも変だが、俺に間を紹介したお得意様の方がよっぽど有名だし、影響力があるだろう。俺が黙っているのを見て、相当俺がショックを受けたと思ったのか、間が気分良さげにふふんと鼻を鳴らす。それから横目で宮部を睨んだ。まったく、お前も本当に使えないな。俺のようにもっと強気に出ろ。こんなんじゃお前もクビだぞ。宮部は無言だったが、膝の上で手が震えている。俺は、宮部を罵倒し続ける間を黙らせようと、大きな声で、そして、満面の笑みで言い放った。いやー、ちょうどよかったです。いつも無茶苦茶な要望をするわ、暴言を吐かれるわで、こちらとしてもうんざりしていました。今の契約が終了したら、今後間社長と関わるのをやめようと思っていたんですよ。ああ、でも、そちらの一方的な契約破棄ですので、
違約金は請求させていただきますね。金額は契約書をご確認ください。俺は、ハキハキとまくし立てる。あ、違約金？そんなもの、知ったことじゃないね。オタクが聞き分けがないから契約終了するんだ。むしろこっちが違約金をもらいたいくらいだよ。いえ、社長がおかしいです。七浦社長に違約金を支払うべきかと。無言だった宮部が突然そう言い放ち、俺も間も思わず固まった。ややあって間は我に返り眉を吊り上げる。何を、お前本当にクビになりたいのか。間が今にも宮部に手を出しかねない空気に俺は慌てた。宮部は冷たい目で間を見つめている。とにかくお引き取りください。あなたが契約終了を宣言した以上、うちはもう間社長とは無関係です。お前、絶対後悔するぞ。泣きついても知らないからな。宮部、貴様も帰ったら覚えていろ。間は立ち上がるとその場で足を踏み鳴らした。そして、ものすごく乱暴な音を立てて事務所を出ていく。何やら捨て台詞を吐いていたが、俺が予想外にも契約終了を受け入れ、味方のはずの宮部が急に反抗的になったので、この場にいるのがいたたまれなくなったに違いない。宮部は深く頭を下げた。この度は本当に申し訳ございませんでした。ご意向をお伝えしたのですが、納得してもらえなくて。いや、宮部君は何も。それより、君は大丈夫なのかい？あの様子だと、後が怖そうだけど。宮部は、どこかすっきりした表情で苦笑する。いいんです。もう、限界でしたから。上司も全く味方になってくれないし、やめようと考えていたんですよ。それに、と、宮部は言葉を続けていく。そうだったのか。話を聞き終わり、俺は安堵のため息をついた。それから約1ヶ月、俺は間の会社から送られてきた書類の手続きを済ませ、晴れて間との契約は終了した。幸い、すぐに他の会社との契約も決まり、ほっとしている。俺に間を紹介したお得意様に、報告と謝罪の連絡をしたのだが、俺が受けた仕打ちを話すと、謝らないでほしい。私の責任です。と、むしろこちらが謝罪されてしまった。お得意様は、今も間と契約を続けているんだろうか。普通の人間関係と違い、ビジネスはいろいろとややこしいから厄介だ。俺が、パソコンに向かいながらぼんやり考えていると、お父さん大変！従業員をしている俺の娘が血相を変えて事務所に飛び込んできた。何事かと尋ねるも、娘は、とにかく来て！と俺を引っ張っていく。連れて行かれたのは、納品物を運送会社のトラックに乗せる搬入口だ。今日は、ある企業への納品物を搬送する予定があり、すでに納品物も用意してある状態のはず。俺がたどり着くと、どうも、七浦さん。運送業者ではなく、不敵な笑みを浮かべた間が立っている。腕時計をちらっと見て、俺は気がついた。そうだ。まだ運送業者がやってくる時間ではない。それにしても、セリフといい、状況といい、なんだかデジャブを感じる。違うのは場所だけだ。間社長、御社との契約は終了したはずです。何のご用件でしょうか？それに、なぜ搬入口に？間は、俺の質問に答えず、そばにあった梱包された納品物を、スーッと、指でなぞっていく。まさか、嫌がらせのために納品物を破壊しに来たのではないだろうな。今まで散々非常識な言動を繰り返し、
俺の予想の斜め上を行く間のことだ。何をされるか全くわからない。嫌な想像が頭をよぎり、心臓の鼓動が速くなる。間は、俺に顔を向けると、次の瞬間。本当に申し訳ございませんでした。アスファルトに膝をつき、流れるような動作で土下座をした。状況を見守っていた俺や娘、従業員一同ポカンとする。先ほどまでの不敵な笑みは何だったのだろう。七浦さん、いえ、七浦社長の工場がまさか海外のあの高級ブランドに納品しているなんて知らなかったんです。そこまで聞いて、俺は、ああ、と納得した。間が言っている高級ブランドとは、海外の高級家具メーカーのことだろう。実を言うと、今日まさに搬送しようとしている製造物こそが、そのブランドへの納品物なのだ。日本の杉やヒノキを使った家具は海外でも人気で、先方の社長は特に日本の伝統的な木工技術に着眼し、うちをごひいきにしてくれている。というのも、今からおよそ30年近く前だろうか。当時、先方の社長は日本に留学をしており、うちの工場でアルバイトをしていた時期があるのだ。もちろん技術の必要な専門的な仕事はさせられない。簡単な仕事を数時間といった程度だが、社長は休憩時間のたびに目をキラキラさせて、父や職人さんたちの仕事を見ていた。俺たちは年も近かったのですぐに仲良くなり、互いの国の言葉を教え合ったのはいい思い出だ。そういうわけで社長はうちの工場を特に信頼してくれているのだと思う。確かに先方にはご愛顧をいただいていてありがたいです。俺が苦笑交じりに言うと、間が膝をついたまま俺ににじり寄ってきた。何ですか？やめてください！俺が言うと、間が半べそで俺を見上げてくる。勘弁してくれ、と俺が内心思っていると、間は説明し始めた。俺の工場と契約を切った後、同業の社長たちと会食をしたそうだ。そこで、俺の工場の契約を切ってやったぜ、という内容を話したところ、他の社長たちは口々にこう言ったのだとか、もったいない。うちが契約したいくらいだ。そこで初めて、間はうちが高級ブランドに納品している事実や、うちの工場に対する評判を知ったんだそうだ。おそらく偏見で町工場イコール底辺と決めつけて、目が曇っていたのだろう。少し前に話した気がするが、間にうちを紹介した例のお得意様は、かなり有名な会社の社長である。今更ではあるが、うちの工場にした仕打ちを知られたら、何かされるのではと不安になったそうだ。それに加え、優秀と周りから評価されているうちの工場との契約を切ったことで、業績に影響が出ると思ったのだろう。本当に身勝手な男だ。もう一度、契約を結び直させてください。私がバカでした。違約金はもちろんお支払いしますし、再契約していただけるなら3割増し。いえ、倍額の報酬をお支払いしますので。あまりに見事な手のひら返しに、俺は言葉が出ない。もちろん再契約などありえないが、間は、てこでも動かない姿勢を見せている。どうしたものかと考えていると、間社長、七浦社長が困ってらっしゃいますよ。と、涼しげな声がした。宮部さん！娘が、ほっとしたように声を上げる。振り返ると、呆れた表情の宮部が立っていた。宮部！うちを辞めた貴様がどうしてここに？間は驚き、目を見開く。今日、私は取引のお話をするために、七浦社長とお約束していたんですよ。間は、わけがわからないと言った風に、俺と宮部を交互に見る。
ああ、もうそんな時間か。すまないね、宮部くん。いえ、こんな状況ですから仕方がありませんよ。苦笑し合う俺たちを見て、間は声を荒げた。どうしてと聞いている！宮部は名刺を取り出し、丁寧な仕草で社長に手渡す。今は御社のライバルと言える会社で営業しております。間が名刺を見つめ、ポカンとした。宮部くんは以前から声をかけられていたそうですよ。ヘッドハンティングというやつですね。相田社長に契約を終了されて残った製造物も宮部くんのおかげでなんとかなったんですよ。相田社長が契約終了を宣言した日、俺は転職の話を宮部本人から聞いて知っていた。そこまで聞き、相田は青ざめる。な、あ、あたってはまさか。ええ。あなたとの契約終了後すぐに、宮部くんの会社と契約を結ばせていただいたんです。宮部が再就職した会社は、間の会社にとって、いわば犬猿の仲らしい。よりにもよってあんな会社に、くそー。間は、うなりながら地面に拳を叩きつけた。そういうわけですから。うちはもう他の発注を引き受けする余裕がないのです。それに私はあなたともう取引をしたくありません。どれほどいい条件を出されましても無理なので、どうぞ引き取りください。俺が言うと、間は俺と宮部を睨みつける。ああ、そうかい。ならいいさ。違約金も支払わんし、お前たちの悪評をばらまいて嫌がらせしてやる。何が何でも、お前たちを不幸のどん底に落としてやるからな！間の恨みがましい大声に、そばにいた娘が顔を青くした。宮部は、そんな娘をかばうように前に出る。俺は怒鳴りたいのをこらえて口を開いた。今のは脅迫ですよ。ご自分が何を言ったのか理解できてますか？俺が淡々と告げると、続けて宮部が、ポケットからあるものを取り出す。実は念のため、ずっと録音していました。ちなみに先日、相田社長が一方的に契約終了を突きつけていた時も、録音していたんですよ。違約金を支払わないなら、七浦社長にお渡しするつもりでしたが、役に立つそうです。宮部のスマホには、録音中と表示されている。相田は、わなわなと震えていたが、やがて諦めたようにうなだれ、撤回します。誠に、申し訳ございませんでした。と消え入りそうな声で謝罪した。その後しばらくの間、今回の間の失態が噂として業界内で持ちきりになったそうだ。間を俺に紹介した例のお得意様も完全に堪忍袋の恩が切れ、今の契約が終了次第、今後は御社と関わりたくないと、間に直接告げたらしい。それがきっかけかはわからないが、他の取引先や下請け会社が次々と間の会社から離れ始めているそうだ。俺はというと、悩みの種がなくなり、違約金も支払われ、精神的にも経営も順調そのもの。宮部は転職後も引き続き、うちの工場を担当してくれるとのことで、彼との縁は続きそうだ。俺はまだ社長としてはまだまだ半人前だと今回の件で思い知らされた。これからも間以上のとんでもない人物と会う機会があるかもしれない。俺の決断が従業員の生活を左右する。今回の件を心に刻み、社長として学んでいこう。だいたい前から高すぎって思ってたんだよな。取引先部長が大げさにため息をつく。物価上昇により契約金の変更をご提案させていただいたのだが、取引先部長は聞く耳を持たない。今までも不況の中、誠心誠意尽くして納品してきた旨を説明したが、彼にとってはどうでもいいようだ。挙句の果てに脅しのような暴言が飛び出し、俺は眉間を抑えた。相手の発言の無茶苦茶ぶりに、俺は笑いをこらえていたのだ。俺の名前は清水、48歳。ある食品メーカーの営業部長だ。
うちはいわゆる製粉会社と呼ばれる会社で、小麦粉やそば粉などを作っている。製麺工場も有しているので、そのまま製麺して納品する機会も多い。長年うちの製品をご愛好してくださる会社も多く、俺はこの会社で働けるのを誇りに思っていた。ここ最近は物価が高くなり、俺たちが扱う小麦などもかなり影響が出ている。はぁ、憂鬱だな。俺は営業車を運転しながら誰に言うでもなくつぶやいた。うちの会社の10年来のお得意様に、ある外食企業がある。俺が今向かっているのはその本社だ。先方には小麦粉などの製粉や麺を納品している。今日はうちと結んだ契約の一つについて話し合うため、先方の担当者、木村部長にお会いする約束をしていた。俺と木村は互いに10年前から取引の担当をしており、見知った仲だ。彼は穏やかで礼儀正しく、俺としても信頼における人だと思っていたのだが、ここ最近はそんな風に思えなくなっていた。聞いてくださいよ。実はうちの娘が社長の息子と交際してるんですよ。三男坊ってのがちょっと残念ですけど。ああ、まだ内緒にしてくださいね。娘に固く口止めされているので。半年ほど前だろうか、木村が俺に嬉しそうに話しかけてきた。木村の話では、娘さんは取引先の総務で働いているそうだ。唐突に始まった話題に驚き、俺は契約に関する書類を持ったまま固まってしまう。いやー、うちの会社もこの10年でかなり成長したし、その社長の縁戚関係になれるなら、私も娘の将来も安泰です。確かに木村の会社はうちとの関係を続ける中で大きく成長した会社と言える。展開しているチェーンレストランの店舗もかなり増えた。木村の発言に対して思うところはあったものの、娘さんが幸せにされているのはいいことだ。ご結婚まで進むといいですね。俺はそう微笑んだが、今にして思うと、この頃から木村は変わってしまったのだろう。それからというもの、木村の態度はみるみるうちに悪くなっていった。うちの会社を露骨に見下す言動が増え、自社だけに都合のいい契約内容を要求してくる。要求といえばまだ聞こえはいいが、木村の言い方はほぼ命令にも等しく、俺はどうしたものかと悩むことが増えていた。いやあ、清水さん、お久しぶりですな。私は心身ともに絶好調です。今日はどうぞよろしく頼みますよ。控えめで礼儀正しい木村部長は一体どこへ行ってしまったのだろう。木村は俺と会うなり俺の背を強く叩いた。いつにも増してお元気ですね。何かいいことでも？俺が苦笑しながら尋ねると木村はニヤッと笑う。いやいや、ついに娘が婚約しましてね。私の出世、あ、いや、娘の幸せが嬉しくてならんのですよ。今、ポロッと本音が聞こえた気がする。いや、絶対に気のせいじゃない。俺が呆れていると、木村は上機嫌にズンズンと進んでいく。今日も苦労しそうだな。俺は予感めいたものを感じながらため息をついて木村の後に続いた。木村とのやりとりが始まってすぐ、俺が手渡した書類を見て、木村は眉を潜めた。契約金5億。何これ、だいぶ値上がりしてるけど。想定通りの反応に、俺は説明する。今までも物価の上昇はありましたが、木村さんたちお得意様には値段を変えずにお取引してまいりました。ですが、うちもそろそろ、価格を維持するのが限界でして。それで申し訳ないのですが、今回から契約金を変更させていただきたいのです。小麦などの原料の不作、物流費、人件費の上昇など、他にも価格に関する説明をしてみたが、木村は面白くなさそうに鼻を鳴らすのみだ。今まで変わらない値段でやってこれたんだから、今回だってできるはずでしょ。
こんな契約で納得したら、社長に何を言われるか。娘の結婚に影響が出ても困るし。話聞いてた？それから最後のは市場だよね。そんな本音を言いたくなるのを必死にこらえる。木村は、さらに悪態をついた。だいたい前から高すぎって思ってたんだよな。たかが粉もん製品にさ、なんならもっと割引してほしいくらいだ。半額とはいかなくても4割くらいサービスできるでしょ。なんせ10年来の仲なんだし。うちは今や大手だし。だしだし、うるさいな。俺は静かに息を吐き、心を落ち着けようと試みる。確かに、御社とは長らく取引させていただき、誠に感謝しております。先ほども申し上げましたが、今まで不況でも値段を変えずに来たのは、ひとえにご愛好してくださるお得意様のためを思ってのことです。金額に関してもこれがギリギリでして、どうかご納得いただけませんでしょうか。俺は至極丁寧に頭を下げた。この時点で俺はまだ木村の両親を信じていたのかもしれない。木村は大げさにため息をつき、俺を睨みつけた。いいのかな、そんな態度で。だったらこの5億の契約、中止するぞ。そしたら困るのはそっちでしょう。嫌なら価格と土下座で誠意を見せろ。清水さん、発言は相手をよく見てすることだね。うちは大手で、俺は社長の縁石者になる男なの。この意味わかる？以前の良好な関係だったのが信じられない。あまりの暴言に、俺は眉間を抑えた。人間、何がきっかけで変わってしまうかわからないものだな。木村の場合は、会社がここ10年余りで大きく成長したこと、そして娘の縁談が大きく関わっているのだろう。くっ。俺は眉間を抑えたまま、体を震わせた。木村は、俺の肩をポンと叩く。まあ、最近までは俺もあんたと同レベルの人間だったから気持ちはわかるよ。俺が上に行ってしまって、妬んでしまったんだよな。でもだからってお得意様にこんな金額を提示しちゃダメだろ。ああ、もうダメだ。木村の言葉を聞いているうちに、俺は我慢できなくなった。笑いがこらえきれなくなり、俺はその場で笑い声を上げる。痛々しい木村の発言を聞くのは、もう耐えられない。木村は、大笑いする俺に、ポカンとし、ややあって顔を真っ赤にして、怒り始めた。なあ、何がおかしい？わかりませんか？あなたの発言がおかしくて、我慢できなかったんですよ。俺は、目尻に滲んだ涙を指で拭い、息を整える。はあ、こんなに大笑いしたのは久しぶりです。それで何でしたっけ？価格と土下座で誠意を見せるんでしたっけ？お断りしますよ。社長に全契約中止って伝えとけ。俺が笑顔のまま言い放つと、木村は凍りついた。うちと木村の会社は今回の契約以外にもいくつか長期の契約を結んでいる。木村は俺がすがりついてくるものだと思っていたんだろう。予想もしなかった状況に目を見開いている。最後は少し言葉が乱暴だったかなと反省はした。だが俺は笑顔の裏で腹綿が煮えくり返っていたのだ。清水さん、冗談きついわ。言うにこと書いて全契約中止って、あんたにそんだけの権限なんかないでしょ。俺は帰る準備をしながら言い返す。それを言うなら、あなたにだって私に命令する権限なんてありませんよね。木村は言葉を詰まらせ、未練がましく俺に問いかける。な、
なあ、清水さんも売り言葉に買い言葉で言っただけだろ。俺は今回の契約価格と態度で誠意を見せてくれたらそれでよかったんだよ。急に気弱な態度が見え始めた木村に、俺はまたしても笑いそうになった。価格と土下座で、ですよね。無理なので失礼しますね。うちとの取引がなくなって困るのは御社だと思いますが、木村さんが責任を取るのでしょうから、どうぞ頑張ってください。俺は颯爽と立ち上がり、深く一礼する。今まで、大変お世話になりました。木村は、まだ何かわめいていたが、俺は構わず部屋を出た。木村とのやりとりの後、俺は自分が言った通りに、木村の会社とのすべての契約を中止にした。5億の契約以外の他の長期契約の納品分もすべてだ。契約中止に関しての諸々が終わった次の日。俺がいつも通り営業部で仕事をしていると、俺に内線が回ってくる。相手は受付の女性社員で、ひどく困惑した様子だった。清水部長、木村様がお見えです。え、会う約束はしていないはずですが。俺が驚いて言うと、その木村様は清水部長が来ないならずっと居座ってやるとおっしゃっていて。女性社員は困り果てた様子で言う。約束もしていない以上会う理由はない。居座るというのなら警察を。そう言いかけて俺は考えを改めた。うちとの契約が本当に全て中止になったので、きっと木村は大目玉を食らったに違いない。ということは、謝罪に来たのかもしれないと思ったのだ。わかりました。では、すぐにそちらへ向かいますので。女性社員は、ほっとしたように、わかりました、と返事をする。俺は内線を切ると、すぐにまた、ある場所に電話をした。電話はすぐにつながり、俺は木村がやってきたことを報告する。手短に報告を済ませた俺は、急いで下のフロアへと向かった。俺は木村の顔を見て、謝罪に来たと思っていた自分が間違いだったと思い知る。木村は反省どころか、怒りに表情を歪め、明確な敵意を俺に向けていた。空いていた会議室に木村を通すなり、怒鳴り声が俺の耳を打つ。清水さんのせいで散々だ。本当にうちとの契約を全部中止だなんて、あんたはどうかしてるんじゃないですか。おかげで俺は会議にかけられ、社長や重役たちにボロクソ言われたんだぞ。あまりの大声に、俺は顔をしかめる。前回もそうだが、木村は感情的になりすぎて、敬語とタメ口が入り混じっていた。私はてっきり、謝罪をしにいらしたのかと思っていたのですが。はっ、なんで俺が。俺は別に間違ってない。俺は担当営業として当然の発言をしたまでですよ。自分の会社にだけ利益が出る取引なんて成立するわけがない。入社したての新人にだってわかりそうなものだ。木村さん、本当に変わってしまわれましたね。俺がつぶやいた言葉も耳に入っていないようで、木村は言葉を続けていく。もう土下座は勘弁してあげますから。だからおとなしくうちとの契約を再開した方がいいんじゃありません。5億の取引もそのままの金額で契約してあげます。大手のうちを失ったら清水さんたちだってかなり困るでしょう。発言こそどうしようもないくらい上から目線だが、木村の額には汗がにじみ、声はかなり震えている。自分が下に出るのは嫌でたまらないが、この事態だけは何とか収拾しなくてはという気持ちがあるのだろう。感情と行動が矛盾しているのに気がつかない木村の姿が、俺の目にはひどく惨めに映っていた。その時、ガチャリと扉が開き、ある人物が会議室に入ってくる。あなたの言葉はそのまま会社の言葉として受け取るが、よろしいですかな。
そう言って現れたのは、うちの社長だ。俺はほっとし、反対に、木村はみるみるうちに青ざめていく。え？ああ、いや、今のは。言い訳しようとあたふたするが、良い言葉が思い浮かばなかったようだ。木村は諦めたように肩を落とし、社長に対して深く頭を下げる。少し会話を聞かせてもらったよ。清水くんから話は聞いていたが、本当にひどいな。木村部長は10年ずっと清水くんと一緒に担当してくれていて、私も信頼していたんですよ。それなのに、と社長は首を振った。清水くんによれば、前回のやりとりで価格と土下座で誠意を見せろとおっしゃったとか。そこまで社長が言ったところで、木村は勢いよく顔を上げる。そんなの清水さんの嘘です。5億の金額を飲めないならうちとの全契約を中止するぞと脅されたんですよ。言うにこと書いて俺の嘘ときたか。俺は呆れて何も言えなくなる。なのでポケットからあるものを取り出してスイッチを入れた。すると5億の契約を盾に暴言を吐く木村の声が再生される。あるものとは、ボイスレコーダーだ。最近、木村さんの暴言、むちゃくちゃな要望がひどいので録音させていただきました。スマホよりもコンパクトですし、性能も良くて。準備しておいて大正解でしたよ。それから、俺は言葉を続ける。私の独断で全契約を中止にしたと思い込んでいらっしゃるようですが、違います。私にそんな権限はまだありません。あなたの問題行動はずっと弊社の社長に報告していました。その上で次に無理難題を強要されたらこう言っていいと社長から指示されていたんです。木村は呆然とし、それからはっとしてまだと聞き返す。俺がしまったと思っていると社長が代わりに説明してくれる。内密にしてほしいのですが、清水くんには近いうちに営業本部長へと昇進してもらい、ゆくゆくは次の社長になってほしいと考えているのですよ。衝撃の事実だったのだろう。実際俺は1年前から社長直々に考えを聞かされていた。木村は信じられないといった表情で、俺と社長を交互に見る。今にも泡を吹いて倒れてしまいそうだ。俺自身、まだ現実味がない話なので、信じられない気持ちは大いに理解できる。あなたは、娘さんのご婚約で相当浮かれているようですが、社長から話を聞く限り、御社の社長様は身内にも厳しい方だそうですよ。それにこんな大きな問題を起こしたのですから、降格や異動では済まないかもしれませんね。俺の発言に木村はよろめく。実を言うと、御社の社長にあらかじめ話しておいたんですよ。木村部長が誠心誠意謝罪するようなら契約再開を検討する。反省していないようならこのまま契約解除も仕方がないとね。とどめの社長の言葉で、木村は完全にダウンした。そのまま土下座の姿勢になり、もう、申し訳ございませんでした。私は調子に乗っていて、どうか在庫だけでもいいので、なんとかなりませんか。このままでは私の立場が。と、今更遅すぎる謝罪を口にする。いや、保身する余裕があるのだから、謝罪にもなっていないだろう。ああ、もともとあなた方に納品する分でしたらご心配には及びません。実はあなたの会社と契約中止になったのがどこからか噂になったようで、今我が社はいろいろな企業様にアプローチをいただいている状態ですから。実際有名なお菓子会社や高級レストランなどたくさんお声掛けいただいている。つまり木村の会社と契約がなくなっても
他の企業とすぐに契約を進められるというわけだ。そんな。もはや土毛色にも見える顔は涙で汚れ、木村は絶望していた。成長したのはあなたの会社だけじゃないんですよ、木村部長。あなたが思うより我が社も成長し、今やうちの製品は需要が高いのです。少なくとも御社の社長は理解してくださっていたんですよ。社長は本当に残念そうに顎をさする。そして静かにお引き取りくださいますかな、と木村に退出を促した。後日双方の合意のもと、我が社は10年良好関係だった会社との契約を解除した。大手に成長した会社とはいえ、かなりの痛手となるだろう。先方の社長は木村の娘と共に改めて謝罪のためにやってきて、木村に任せきりにしていた私の落ち度です、この度は本当に申し訳ございませんでした、と涙ながらに今までの謝罪と感謝を告げた。そして木村の懲戒解雇も確定。会社からかなりの損害賠償を請求されたらしい。今回の件で奥さんには離婚を、娘には絶縁を宣言され、今はアパートで一人寂しく暮らしていると娘さんから聞いた。娘さんはギフとなる先方の社長にどうしても謝罪したいと頼み込んで一緒にやってきたらしい。娘さんの縁談はというと破談はないそうだ。先方の社長のご三男は父親とは全く畑違いの会社の社長をしており、娘さんはそのサポートをしていくのだとか。木村の娘さんは礼儀正しくしっかりした女性だった。彼女は父親と違って、社長の縁戚だとかなんだとか傲慢にならずに自分の人生を歩んでいけるはずだ。俺はもしも本当に次期社長になれたとしても、木村を反面教師に自分の立場におごらないよう気を引き締めよう。小宮君、この開発が成功したらうちの大きな武器になるだろう。期待しているよ。会長がまだ社長だった頃、俺はある大きな開発のリーダーに抜擢された。日々試行錯誤や話し合いを繰り返していき、開発の最終段階に入った時には5年が経過。俺はこの時まだ気がついていない、企みの魔の手がすぐ後ろまで迫っていたこと。俺の名前は小宮、48歳だ。電子機器メーカーの製品開発部で仕事をしている。大学卒業後に今の会社に入社して、妻と娘の3人暮らし。仕事も順調で、家庭内も特に大きな問題も見られず、俺は平穏な日々を過ごしていた。うちの会社は大手というほどではないが、福利厚生もしっかりしていて、いい会社だと思う。社長の人柄も良く、社員たちから人気がある。年齢と体調を理由に社長職を退くと発表された時は、社員一同騒然としたものだ。今後は会長として社長のサポートに徹するという。新しく社長になったのは会長の息子である。何でも有名大学を卒業したエリートだそうで、今までは関連会社で修行していたらしい。年齢的には俺より少し上の50代くらいに見えた。新社長が就任してからしばらくして、俺のいる部署に新しい社員が入ってきた。人手は十分足りているはず。そう思っていると、部長にこっそり耳打ちされた。あの新人くん、社長の息子なんだよ。製品開発部にどうしても入りたいってごねたらしいんだ。なるほど、と俺は納得する。いわゆるコネ入社だ。トーマです。よろしくお願いします。トーマはペコリと頭を下げる。俺としては真面目に仕事をしてくれるなら、コネだろうが何だろうが構わなかった。そう思っていたのが、これが大間違い。トーマは基礎的な仕事も覚えていないにもかかわらず、難しい仕事をやりたがる性分だった。俺がどれほど言っても、俺ならやれます。たくさんアイデアがあるんです。と言って聞かない。俺も一応耳を傾けるのだが、やはり技術的観点やコストなど現実的には難しい内容ばかりだった。つまり机上の空論なのだ。社長の息子ともあり、周りは苦笑いして見守るだけ。
はっきりと思いを口にするのは俺だけになっていた。小宮さんは俺が有能なのに対して嫉妬してるんでしょ。だからわざと俺が成果を出さないように嫌がらせしてるんだ。挙句の果てにはそんな言われ方をする始末。俺は自分の仕事も進めなくてはならないのにと毎日疲れ果てていた。さらにそれから1ヶ月が過ぎた頃、俺は社長室に呼び出された。社長直々に俺と話がしたいという。一応思い当たる理由が頭に浮かんでいた。トーマのことだ。俺が彼の直属の上司なので何かと面倒を見ている。きっとうちの息子の様子はどうだと聞かれるんじゃないだろうか。俺は社長室の扉を前にため息をつく。さて、なんて言ったものだろう。俺は扉をノックした。ああ、わざわざ悪いね。社長は穏やかに笑い、案の定トーマの様子を尋ねてくる。俺は言葉を選びながら思っていることを告げた。そうですね、仕事に対しては大変意欲的です。ただやる気が大きすぎるのか、必要な工程を飛ばそうとするところがありますね。今は基礎的な仕事を覚えてもらってる最中ですので、時期を見て少しずつ専門的な仕事を教えていければと考えております。社長は俺の言葉に黙ってうなずく。トーマからも聞いていたよ。小宮君が口うるさくて非常に居心地が悪い。自分の柔軟で自由な発想を摘み取ろうとしてくるとね。社長はニコリと笑った。俺はさーっと血の気が引き、社長室の空気が一気に張り詰める。そんなつもりはございません。あくまでも私は上司としてトーマ君には基礎を固めてほしくて。俺の話を遮って社長が机を叩く。まったく残念だよ。君は優秀だと聞いていたから、君の下で働けば息子のためにもなると思っていたのに、まさか新人に嫌がらせをするタイプの人間だったとは。話が飛躍している。そもそも俺の話を聞く気があるのだろうか。私は嫌がらせなんて決して。ああそうそう、そういえば君はこんな仕事もしていたよね。確か特許商品の開発だったかな。唐突に話が変わり、俺は面食らった。ええ、5年前から私がリーダーとして開発をしてきました。会長が社長だった時から期待の言葉をかけていただいて。それがどうかしましたか。社長はにやりと笑う。聞くところによるとその開発も大詰めらしいじゃないか。あとはもう仕上げるだけの段階なんじゃないのか。先ほどから何をおっしゃりたいんでしょう。俺はイエスともノーとも答えず社長の真意を尋ねる。その開発リーダーの座を息子に譲らないか。話がそれた時点で嫌な予感はしていたが、俺は頭を殴られたような衝撃を受けた。そんな無茶苦茶な。トーマ君は入りたての新人ですよ。俺たちが今までどれほど苦労を。それに私だけじゃありません。きっと他のメンバーだって納得しませんよ。俺があれこれと反論し、なんとか社長を説得しようと試みたが、社長は聞く耳を持たない。そもそも正当な理由もないのに。俺がそこまで言った時、社長はパチンと指を鳴らし、それだと言う。君は新人をいびる少年の腐った社員だ。そんな無能な社員はこの会社に必要ないんだよ。パワハラを行った社員に対して処罰を下すのは社長である私の仕事だ。俺は理解が追いつかず思わず額を押さえた。混乱と怒りがごちゃ混ぜになり言葉が出てこない。そんな俺を見て社長は追撃した。小宮君、君をリストラさせてもらおう。社長になったらまず人員整理しようと思っていたんだ。昨今何でもコストがかかる時代だからな。これでトーマが開発リーダーになれば特許商品の手柄はトーマのものだ。勝利を確信したような社長を俺は睨みつける。思考が単純にも程があるだろう。頭の中に開発メンバーたち、お世話になった人々、そして
家族の顔がよぎっていく。社長はご自分の言ってることをきちんと理解しているんですか？反抗的な目だな。私と戦おうってのか？老気に訴えるか？弁護士でも雇うか？あっあっあっ。君ごときどうにでもなるさ。俺は社長で君はただの一般社員。力の差は力然だと思うがね。俺は拳を握りしめる。こんな社長のもとでまともに働けるわけもない。もういいです。わかりました。好きにされるといいでしょう。俺が怒りを込めて言うと、社長は嬉しそうに声を上げた。理解してくれて嬉しいよ。せめて退職金は弾むとしよう。言っておくが、詳しい事情を誰かに話したら、そいつもリストラの対象にするからね。俺は黙って立ち上がり、そのまま社長室を出た。俺は確信している。トーマが開発リーダーになったところで、社長の思い描いたようには決してならないと。いよいよ、退職する日がやってきた。俺はみんなに惜しまれながら、長年お世話になった部署を出る。トーマの姿が見当たらなかったのが気になるが、顔を合わせたくなかったのでちょうどいい。小宮君。廊下を歩いていると、後ろから声をかけられた。振り返ると、思いがけない人物がいて、俺は驚く。会長。会長はニコリと微笑むと、ここにいる訳を話してくれた。俺が退職すると聞いてやってきたらしい。部長や君の部下たちから私のもとに抗議が届いてね。私も本当に驚いたよ。小宮君が退職してしまうなんて。そうだったのかと、俺は目頭が熱くなる。俺が辞めると知った時、部長も部下たちも本当に俺との別れを惜しんでくれていた。まさか知らないところで会長とコンタクトを取ってくれていたなんて。とにかく少し話をさせてもらえないかな。会長にそう言われ、俺はそのままついていく。到着したのは社長室だ。扉を開けると、青ざめた表情の社長と息子のトーマが座っている。ただし、座っている場所は床だ。俺に来客用のソファーへ着席を促し、会長自身は俺の向かいのソファーに座った。それで、なぜ突然退職するんだ？5年かけて開発中の特許商品はどうするんだね？確かもう最終段階に入っていたはずじゃ。会長の質問はもっともだ。俺はちらりと社長たちを見て首を振る。社長がおっしゃるには、開発リーダーの俺を追い出して、自分の息子の手柄にしたいようですよ。もう辞めるのだからという気持ちからか、自然と口調がぶっきらぼうになってしまう。いや、社長にリストラ宣言をされた時の勝ち誇った笑みが頭にこびりついていて、自然と怒りの感情が湧き上がってしまうのだ。嘘だ！小宮君は自分から退職を申し出たんです！ギロリと会長が睨むと、社長は押し黙る。話を続けてほしいという会長に、俺はうなずいた。俺は社長室での社長とのやりとりを会長に説明する。もちろん、普段のトーマの言動も付け加えながら。正直に言えば、開発が最終段階に到達してるとはいえ、トーマ君にどうこうできる代物ではないと思います。つまり、俺しか作れない特許製品ですが、社長曰く、無能はリストラなので、俺はこれでさよならです。そんな馬鹿げた恋を、私の息子が？会長は信じられないといった表情で呆然としている。俺は退職の理由を社長にリストラを宣言されたとしか言っていなかった。社長室を出る間際に社長に釘を刺されたから話せなかったのだ。だから部長や部下たちも会長に詳しい理由までは伝えられなかった。会長は部長たちからの訴えで、俺の退職に自分の息子と孫が深く関わっていると分かっていたが、二人がどうしても白状しなかったため、ここに来てようやく真実を知ったのだ。そうでなければ、俺が辞める理由なんてありませんよ。俺だって
この仕事にかけていたんです。誰よりも悔しさから自然と語気が強くなる。会長ははっとして俺に頭を下げた。すまない。確かに君の言う通りだ。私が社長だった時から小宮君は熱心に仕事に取り組んでいたね。君が完成間近の特許商品を投げ出して退職などありえない。会長が俺の言葉を信じている様子に危機感を覚えたのか、東馬はせわしなく社長と会長の顔色を伺っている。まったく、親子揃って何をしている。私はお前を信じて会社を託したというのに、なんだこの有様は。会長の怒鳴り声に社長がヒッと悲鳴を上げて首をすくめた。東馬、お前もお前だ。父親の権力を使って恥ずかしくないのか。お前も一社員なら自分の力でのし上がってみせるくらいの根性を見せろ。続けざまに矛先は孫の東馬に向かい、東馬はみるみるうちに涙を流し始める。だって父さんが俺に任せろって。まるで責任をなすりつける子供のような言い訳に会長はすっかり呆れて天井仰いだ。名ばかりの開発リーダーに私の部下たちが素直に従うとは思えません。それに特許製品の中枢部分は主に私が設計したんです。最終段階なら特にすることもないだろうと高をくくったのかもしれませんが、問題があればその都度修正の必要が出てきます。東馬君、その時に君は何ができるんだろうね。俺は少し落ち着きを取り戻したので口調をいつも通りに直す。俺の質問に対し東馬は口ごもるのみだ。そんなもの部下にやらせればいいんだ。社長の横やりに俺は首を振る。確かに部下が対応できる箇所もあるでしょう。ですが私の話を聞いていましたか。中枢部分は私の設計です。もし問題箇所が中枢なら、無事に完成したところで納品先でトラブルがあれば東馬君が対応することになるでしょう。その時は誰が対応するんです。まさかその時も部下が。開発リーダーとして責任も果たさないおつもりですか。矢継ぎ早に俺が質問を投げ続けると社長は押し黙った。会長がやれやれと首を振り、目先の手柄しか見ていないからそうなるとつぶやくのが聞こえてくる。だったらもういいよ父さん、小宮さんに戻ってきてもらおうよ。小宮さんもそれでいいでしょ。空気に耐えられなくなったのか、東馬が大声で提案した。東馬は本当に精神的にまだ幼いようだ。さっきからまるで子供を相手にしているような気分になる。東馬の提案に社長はそれもそうだなと同意した。勝手に話を進めないでいただきたい。俺の冷たい声が社長室に響く。ぎくりとした社長と東馬の視線が俺の方へ向いた。あいにくですが、私はすでに再就職先が決まっているんです。ですから戻るつもりなんかありませんよ。そんな。東馬ががっくりと肩を落とす。社長にリストラを言い渡されてから俺はある人物に連絡を入れた。大学時代の友人で、以前から自分の会社を手伝ってくれないかと声をかけてくれていたのだ。何でも両親が経営している会社のようだが人手が足りないらしい。待遇もいいし友人の助けになれるならと思ったが、誘われた当時はすでに特許商品の開発を進めていたため断っていた。友人は事情を理解してくれて、それならその仕事が終わってから改めて返事が欲しい、待ってるからと言ってくれたのだ。俺が会社を辞めると話すと、うちはお前を歓迎するよ。一応面接と試験は受けてもらうけど、お前なら大丈夫だろ。こうして俺の再就職先はすんなりと決まった。俺が説明し終わると社長が俺を怒鳴りつける。前から声をかけられて乗り気だったってことか。はっ、
偉そうに責任がどうたら言ってたくせに、速攻で再就職先を決めるなんて、不義理もいいとこだ。無茶苦茶な理由もここまで来ると笑えてくる。黙れバカ息子。会長が社長を黙らせた。私は自分が恥ずかしい。息子のお前には十分な修行をさせて社長の何たるかを学ばせてきたつもりだったのに。そもそも小宮さんにはご家族もいるのだから、会社を辞めるとなれば急ぎ再就職先を決めたのは当然の行動だ。会長は立ち上がり、社長たち同様に床に座る。そして俺に向かって頭を深く下げた。小宮君、この度は息子たちが本当に申し訳ありませんでした。長年尽くしてくれたというのに、これは私の責任です。俺は慌てて会長を止めるが、会長は頑として頭を上げようとしない。俺は呆然と見守っている社長と東馬に向かって怒鳴った。ご自分たちのせいで会長が頭を下げているのに何も感じないんですか。俺の声に二人はびくりと弾かれたように、申し訳ありませんでした。と頭を下げる。だが依然として社長親子の謝罪の言葉は軽い。それよりも保身のためにひたすら俺に戻ってきてほしいと懇願するばかりだ。俺は社長親子を見下ろす。もしも特許商品の開発が頓挫したら、間違いなくあなた方二人のせいですよ。その時は言い訳せず、きちんと全社員の前で謝罪してくださいね。俺がそう言い放つと、社長と東馬はガバッと顔を上げ、こんなはずじゃなかったのに。とそのまま泣き崩れる。俺は最後に会長と握手を交わし、そのまま退出した。後日、東馬は予定通り俺の後釜に着いたが、部下の反発や開発のトラブルに対応しきれずに結局リーダーを降ろされた。今では俺の残した資料をもとに他の部下がリーダーとして仕事を引き継いでくれている。さて、その後の社長と東馬はというと、俺の一件や特許商品の開発の遅れについて責任を取り、それぞれ会社を追い出されたそうだ。今では親子で職業安定所に通いながら喧嘩をする毎日らしい。教えてくれたのは会長だ。俺は退職金に慰謝料を上乗せされ、相当額をいただいた。この慰謝料は前社長と東馬からだという。会長に尻を叩かれて払ったのだと思うと少し笑える。やっぱお前に来てもらって正解だったよ。俺の仕事ぶりを見ながら友人が感心したように言う。俺は予定通り友人の経営する会社で働いている。前の職場で培った知識と経験をもとに製品開発部の部長として配属された。今までと少々ジャンルこそ違うが、電子機器が関わっているのは変わらない。だからこそ面白くもあり、やりがいを感じている。一時はどうなるかと思ったが、家族を悲しませずに済んで友人には感謝しかない。感謝の気持ちを返しながら、家族のために今日も頑張ろう。俺、父さんの工場で働きたいんだ。中学3年の春、俺は工場を経営していた父にそう伝えた。しかし父は厳しい顔で首を横に振る。うちみたいな町工場、もう先がないんだよ。もし同じような仕事がしたいのなら、きちんと高校へ行って、他の会社を探しなさい。俺は昔から、寡黙だけど仕事をきっちりとする父のことを尊敬していて、父の工場で一緒に働きたいと思っていた。だから、他のところじゃ意味がない。そう言っても、父は決して首を縦に振ることがなく、俺はひとまず、工業高校への進学を決める。無事に高校卒業したものの、やっぱり父は首を縦に振らなかったので、大学へと進学をした。あれはもう10年以上も前のことだ。俺の名前はユータ、28歳だ。父は代々続く町工場を経営していて、俺は父の仕事をしている姿が好きだ。
二つ年下の弟とよく工場に遊びに行って、父が作業する姿を見ると、なんだか誇らしい気になっていた。俺は中学を卒業したら、父のところで働きたいと思っていたが、父に反対され、工業高校から大学へと進む。父は町工場の経営は厳しいから、他のところへ就職しろと言っていたが、俺は父の力になりたかった。大学を卒業する頃に、俺は父に頭を下げる。ごめん、就職先が見つからないんだ。父さんの工場で働かせてください。大学まで行かせてもらって、就職先が決まらなかったなんて、父から怒られることを考えていたが、父はため息をついた後、わかった。と言ってくれた。俺は、ようやく夢が叶ったと手を挙げて喜ぶ。実は、うちには母がいない。つまり、父子家庭だ。母は弟を産んですぐに病気で他界し、父方の祖母の手を借りながら、俺と弟は育てられた。父の工場の経営は昔から苦しかったようだが、俺にはそんなことは関係なかった。友達から、父子家庭だ。貧乏だとからかわれたこともあるが、俺の父ちゃんはすごいんだ、といつも言い返す。俺は負けん気が強くて、からかった奴らよりもいい成績を取り、誰にも文句を言わせなかった。それに、俺は楽天的で社交的な性格でもあったため、からかう奴らとも友達になり、味方につけていた。弟の修二は、俺よりも繊細だったから、弟には何でもいいから一番を取って言い返すんだと言ったことがあり、それ以来弟は常に成績トップ。もともと頭が良かった弟は高校は進学校、その後は有名大学に進学した。弟は他の会社に就職してエリートコースを歩んでいたが、状況が変わったのは1年前、父が仕事中に倒れて、救急搬送されたのだ。原因は過労。幸い命に別状はなかったが、しばらく休養が必要だと言われた。俺はその時から社長代理をしている。しかし、もともと経営が苦しかったのもあり、会社は廃業寸前だ。なんとかしないといけないと、俺は必死になっている。父は仕事熱心だし、真面目だから、退院するとすぐに復帰しようとした。俺がどうしても父の工場で働きたかったのは、これも理由の一つだ。父はいつも自分の体のことを考えずに無理をする。昔からそうだ。従業員からも心配されるほど休んでいないし、かといって変に頑固だから周りが言っても休まない。息子である俺は父に対して遠慮がないから、他の従業員よりも父に強く言える。だから、俺は父のそばにいたかった。しかし、父が倒れた時は、納期が近いものがあった。しかも従業員が体調不良で休み、働き手が少なく、父が無理をしていたのだ。部品を完成させ、無事に納期に間に合うと思った時に、父は倒れてしまった。結局、俺がいても父に無理をさせてしまい、不甲斐なさが残ったけど。工場を頼むと父に言われて、俺はしっかりと工場を守ろうと決意した。そんな中、とある会社の社長がいきなり工場に来る。その社長の名前は高橋という。俺はこの人が好きではない。地元の有名企業の二代目で、3年ほど前に社長に就任した人だ。態度は横柄で、下請けであるうちの工場や父をあからさまに見下してくる。俺は社交的だと自分でも思うし、大抵の人とは仲良くできるのだが、この人だけは無理だ。お前が新しい社長なんだよな。俺に対してお前呼ばわりをしてきた。内心頭に来たが、なんとか作り笑顔で対応する。
出来損ないのお前の親は話にならん。お前は親よりも利口だよな。下請けだからと見下される筋合いはないのだが、この人は何を勘違いしているのだろう。しかも俺が尊敬する父のことを出来損ないだって。冗談じゃない。俺はさすがにムッとしたが、高橋はそれに気づかないようで値下げ交渉をしてきた。俺は首を横に振る。それはできません。この品質だとこの値段がギリギリなんです。これ以上値下げをしたらやっていけません。きっぱり言うと高橋は笑った。じゃあ別のところに頼むか。俺はその言い方が気に食わなくて思わず睨みつけてしまう。すると高橋は、そんな顔したって無駄だぞ。お前らは下請けだ。うちとの契約がなくなったらこんな工場すぐ潰れるぞ。と、ニヤニヤしてくる。そう言って値下げをさせる気なのは目に見えていた。でも、俺は絶対に首を縦には振らない。高橋は変わらずに笑いながら言った。このまま潰れたくなければ、逆らうな、社会のゴミが。そこまで言うか。確かにうちは下請けだし、この取引がなくなれば経営は苦しくなる。でも、そんな風に見下されてまで取引はしたくない。俺はうなずいた。わかりました。そう言った瞬間、高橋は驚いた顔をしたが、すぐにまた笑い始める。お前、親よりもバカだな。そう言って出て行った。俺の一存でこんなことを決めていいのかは一瞬悩んだが、父が復帰するまでは俺に任せると言ってくれた。俺は、俺たちの仕事を馬鹿にする奴は許せない。きっと父も分かってくれるだろう。そう思い、俺は他の仕事に打ち込んだ。しばらくして、父は普通の生活ができるようになり、工場へも顔を出すようになる。すると、従業員から慕われているというのがよく分かって、俺はなんだか嬉しかった。父に先日の高橋の件を伝えると、ため息をついてうなずく。経営は苦しくなるが、仕方ないな。父は難しい顔をした。しかし、俺には考えがある。今、修士と二人で、ある計画をしてるんだ。弟の修士は、父が倒れてから、しばらくして会社を辞めてきた。エリートコースを歩んでいたのに、一体どうしてと思ったけど、弟は弟なりに父の力になりたかったらしい。父さんの一大事だろ。俺も協力したくて。そう言って、弟も工場の経営に関わることになる。俺と弟は今この工場でできることを整理し、他社にはない技術を売ろうと試みた。弟がターゲットになりそうな企業を探し、俺が売り込みに行く。これでいくつかの企業から話をもらい、契約に向けて取り組んでいることもある。父には仕事の話をすると、すぐに復帰すると言いかねないので、まだ言っていない。俺は父に、しっかり働けるようになるまでは、たまに顔を見せに来てよ。みんなも父さんの心配してくれてるからさ。と言って仕事の話はしなかった。それから半年後、弟がパソコンの画面を開いて見せてくる。あの会社の株、大暴落だよ。そう言って笑った。それは高橋の会社のことだ。俺は株のことはよくわからなかったけど、弟が調べてくれた情報によると、高橋の会社では海外製の部品を使うようになったらしい。しかし、粗悪品が多く、製品が事故を起こした。大規模なリコールとなり、
今期の大赤字はすでに確定。回復の見込みはないと判断され、株価は大暴落だそうだ。それに比べてうちは、と弟が口を開いた瞬間、従業員の一人が駆け寄ってきた。お客様です。そういう従業員の後ろから歩いてくるのは、高橋だ。ずかずかと歩いてくるのが見える。俺は頭に来て。勝手に工場内に入らないでもらえますか?と怒鳴った。高橋は、うるさい!下請けの工場なんだから別にいいだろ!という。俺は弟が止めるのを聞かずに、高橋に言った。あなたの会社との取引はもうしていないので、下請けでも何でもないですよね。不法侵入で訴えますよ。しかし、高橋は俺の前までやってきて怒鳴り始める。お前のせいでうちの株価はだだ下がりだ。どう責任取ってくれるんだ?は?俺は思わずそんな声を出してしまう。お前、周りの連中にも何か言ったんだろう。意味がわからなかったが、高橋の言う周りの連中とは、どうやら他の工場のことのようだ。俺はようやく高橋が何を言いたいのか察して笑った。ああ、うちとの取引をやめた後、他の工場にも値下げ交渉に行ったらしいですね。全部断られたでしょ?当たり前ですよね。下請けの工場はみんなギリギリでやってるんですよ。値上げしてほしいくらいだ。だから、相当な理由がない限り、値下げなんてできない。みんなあなたの態度にうんざりしていたんですよ。高橋は言葉に詰まる。自分で言うのもなんですけど、俺、顔が広い方なんで、取引をやめてすぐに知り合いのいる工場に連絡をしました。うちはこう言われて、取引をやめたって。そうしたら数日で、いろいろなところから、うちもだって連絡が来たんですよ。面白いくらいにオタクと取引するところがなくなったでしょ?下請けだからって、舐めすぎなんですよね。俺は、ここぞとばかりに言ってやった。最初は止めていた弟も口を挟む。あなたの会社、先代の社長は一人で会社を始めて、あそこまで会社を大きくして尊敬している人も多かったみたいですけど、二代目のあなたに変わった時から、従業員も結構離れてるらしいですね。僕だって、あなたみたいな社長の下でなんて働きたくないですよ。高橋は顔を真っ赤にする。お前ら、俺を誰だと思ってる?ここら辺では誰でも知っている企業の社長だぞ。お前らの工場なんてその気になればいつでも潰せるんだからな。俺はその言い分に笑った。今となっては悪評ばかりですけどね。うちの工場を潰せるなんて、できるものならやってみてください。ああ、そうそう。あなたは知らないかもしれないですけど、オタクとの取引をやめてから、うちの会社は今までにないほど繁盛しているんですよ。忙しいので部外者が勝手に入ってくると、迷惑なんですよね。高橋は足を踏み鳴らす。なんだと?だったら潰してやる。お前らの工場で作る部品は粗悪品ばかりだったから、うちは取引をやめたって言いふらすからな。弟が俺の後ろで笑いをこらえているのがわかる。俺も半分笑いながら言った。子供じゃないんだから、もっと他に何かないんですか?まあ、どうぞご自由に。そんなでっち上げ。誰も信用しないですよ。万が一そんな話を広められたとしたら、名誉毀損で訴えますし。前から思っていたが、高橋は言葉のボキャブラリーが少ない。いつも上から目線で人を馬鹿にしていたが、立場が逆転すると何も言えなくなるのだろう。でも悔しくて何か言おうとすると、
こうやって子供みたいなことしか言えない。普段あんなに人を見下している人間が、こんなことしか言えないなんて、本当に滑稽だ。早く出て行ってもらえますか？俺はそう言って、高橋を睨みつけると、高橋は悔しそうにきびすを返す。だが、次の瞬間、高橋は置いてあった機械を蹴り飛ばした。あ！俺と弟が同時に声を上げると、高橋は一目散に逃げていく。逃げ足だけは早い。俺たちが外に出た時には、高橋は車に飛び乗って行ってしまった。蹴り飛ばされた機械は大丈夫かと俺が足早に戻ると、弟は笑う。あの機械でよかったよ。え？俺はどういう意味かわからなくて聞き返す。すると、弟は天井を指さした。防犯カメラ。俺がそう言うと、弟はうなずく。それから数日後、父が一冊の雑誌を片手に工場にやってきた。お前たち、すごいじゃないか。それはビジネス雑誌で、俺と弟が取材を受けたものだ。実は、うちの技術で特許を取り、とある製品に導入されることになった。その特集に掲載されたものだ。俺もそろそろ本格的に復帰するぞ。父に大丈夫なのかと聞くと、主治医の許可も出たという。父は徐々に仕事に復帰することになった。俺は社長代理の座から降りるため、引き継ぎをしようとすると、父に止められる。社長は、ゆうたが本格的に継いでくれないか？俺はまだ無理ができないし、この工場を建て直したのはお前たちの功績だ。頼む。父に頭を下げられ、俺は嬉しくなる。父が俺たちのことを認めてくれたんだと思ったからだ。俺は社長に、弟は副社長に就任した。そして数日後、父も復帰したのだが、騒動が起こる。高橋がまた乗り込んできたのだ。何が器物損壊だ！ふざけるな！俺はやっぱり来たかと思い、高橋の前に出る。あなたはうちの機械を蹴り飛ばしたんだ、当然でしょ。そう言うと、高橋は俺に詰め寄ってきた。蹴り飛ばしただって、何の証拠があるって言うんだ。今までここを下請けとして使ってやった恩はどうした？俺は、にやりと笑って。証拠ですか？あの位置、ちょうど防犯カメラに映るんですよ。バッチリ映っていたので、言い逃れはできませんよ。それに、下請けとして使ってやった恩だなんて、もう少し言い方ってありませんでしたか？と言う。すると、父が口を挟んだ。君のお父さんは、一代で会社を築き上げたすごい人だったが、君はその上にあぐらをかいているだけ。下請けだからと馬鹿にされたくはないけど、随分と低い単価で取引していたし、恩はそれで十分返せていると思うが。そう言われると、高橋は悔しそうに唇を噛む。俺は、この間父が持ってきた雑誌を手に取った。それに、俺たちこういうことやってるんで、もう下請けだからなんて馬鹿にさせませんよ。こっちにだって取引先を選ぶ権利はありますからね。高橋は、俺が開いて見せた雑誌のページを読み、特許だとは、という。そうです。この間も言ったでしょ？おかげで忙しいって。俺がそう言うと、高橋は俺の胸ぐらをつかみに来た。高橋は俺に罵声を浴びせる。調子に乗りやがって、こんな工場潰れちまえ！お前たちは一生社会のゴミなんだよ！さすがに父は慌てて止めようとしたが、その時、
俺の後ろから足音が近づいてきた。弟がスマホのカメラで撮影しながらこちらに歩いてきたのだ。それに気づいた高橋は俺の頬を殴って弟に向かっていく。俺は高橋を後ろから羽交い締めにした。ちょうどその時、工場へ警察官が入ってくる。この人、不法侵入です。俺は高橋を警察官に突き出した。その後、俺は弟の撮影した動画を証拠に高橋を訴え、暴行罪の慰謝料を請求。他にも器物損壊や不法侵入で訴え、示談金を支払ってもらう。俺は友人知人に今回のことを話すと、噂はあっという間に広まった。気がつくと高橋の会社は倒産していた。うちの工場はますます忙しくなったが、父も完全に仕事に復帰できて、今ではバリバリと働いている。そんな父があの雑誌を手に取って言ってきた。そういえばお前、やっぱり就職活動なんかしてなかったんじゃないか。それは俺が大学卒業の時の話だ。どうしてもこの工場で働きたかった俺は、父に就職先が見つからなかったと言ったが、実際には就職活動はしていなかった。就職先がなければ、父はここで働かせてくれるだろうと思ったんだ。それをこの間の雑誌の取材で話したので、父は雑誌で読んで知ったらしい。まあ、そんなことだろうとは思っていたけどな。父はそう言って笑う。ゆうた、修二、これからもよろしく頼むよ。俺と弟は父に背中を叩かれ、ちょっと照れくさくなって笑い合った。